もが輝いていたあの青春時代、あなたはどんな青春を過ごしていましたか？今回のモノスタは懐かしの 80s を特集。あの時憧れたあの映画の舞台になったお店とは。80年代ディスコダンスを完全マスター。いや楽しいですよこれ。さらに大人が楽しめる懐かしのディスコにも潜入。そして80年代を代表するアーティストマイケル・ジャクソンのオフィシャルショップもご紹介します。モノスタームーブ。輝くミラーボールにきらびやかなライト。80年代を代表する若者文化ディスコ。夜な夜な街へと繰り出しディスコダンスを楽しんだ方も多いのでは。今そんなディスコダンスを学ぶことができるサークルがあるんです。やってきたのは江東区砂町にある砂町文化センター。なんか音楽聞こえてきましたよ、この中ですね。ちょっと覗いてみましょう。おお、やってます、やってます。こちらは毎週水曜の夜、当時のディスコステップを今でも楽しんでいる砂町ディスコダンスサークルの皆さん。1回2000円で誰でも気軽に参加でき、ここで練習したステップを地域の発表会などで披露しているんだそうです。講師の方にお話を伺いました。こちらの教室はどういったお教室なんでしょうか？そうです、70年代から80年代に流行したディスコダンスをメインに、はい、みんなで練習してる。講師のジンこと相馬仁さんは70年代頃から横浜や新宿、六本木のディスコを巡りソウルダンスをマスター。そしてディスコやキャバレーでプロダンサーとしても活躍した後、98年からダンスの指導を始めたんだそうです。現在はご覧の7カ所で講師を務めるまさにディスコダンスのプロフェッショナル。皆さんおいくつぐらいなんですか？そうですね、女性の年齢はあまり言いづらいですけど、いわゆるアラフォー、アラフォー世代ですか？そうですね、それ以上、それ以上って感じですね。こちらでは30代から60代と幅広い年代の方がディスコダンスを楽しんでいます。生徒の皆さんにサークルに入ったきっかけを伺ってみると、青春時代だったので、とても楽しかったって記憶があるものですから、もう一度この、子供が手が離れたような年代になってからも楽しみたいなという気持ちがありましたので、なかなかうちの部屋を踊れるところがないので、本当にこの仁先生のダンスのこれあったのがもう本当にラッキーという感じで、すぐ飛びつきました。ということで山内さんも80年代に流行ったステップを教えてもらうことに。大丈夫だね、つなげるんですね。つなげますよ。山内さんが練習に没頭している間に、テレビの前の皆さんも80年代ディスコステップを思い出してみましょう。レッスン1はスパバ。これは70年代から80年代まで幅広く流行したステップ。かかとをうまく使って体の向きを変えるのがポイント。腕は大きく振って小さく回す、大きく振って小さく回すと小気味よいリズムを刻むようにします。レッスン2、ジゴロ。80年代を代表するステップとして誰もが踊っていたジゴロ。上手に見えるポイントは肩と腰の距離を近づけること。その時肩と腰で脇の肉を挟むようにイメージするとうまくいきます。慣れてきたらバリエーションをつけて楽しんでみましょう。レッスン3、オールドマン。こちらも70年代から80年代にかけて流行したステップ。恥ずかしがらずにしっかりとヒップアップするのがポイント。
腕はおじいさんが杖をついた後伸びをするようなイメージで真上にしっかりと伸ばします。それではいよいよ実践。基本のステップをマスターした山内さん、皆さんと踊ってみました。生徒の皆さんも輝いていた青春時代を思い出しながら楽しそうに踊っています。あれができるかも。いや楽しいですよこれ。ステップをマスターしたらディスコへ繰り出しましょう。実は生徒の皆さんのおすすめのお店があるということで案内してもらいました。やってきたのは東京狛江市の閑静な住宅街にあるバーミラーボール。階段を降り地下へ。扉を開けるとそこには懐かしのソウルミュージックが流れるダンスホールが。当時のディスコを体感できる場所として人気を集めているこちらのお店。実はこのお店、先ほどディスコダンスサークルで講師を務めていたプロダンサージンさんが経営するお店なんです。幅広い世代にディスコダンスを楽しんでもらうため2003年にこの店をオープンさせたんだそうです。今だからこそ楽しめる懐かしのディスコダンス、もう一度あのステップを刻んでみませんか。この後はマイケル・ジャクソンのオフィシャルショップを紹介。すごい楽しそう。いいですね。いやです。行きたい。キラキラがいいですよ。思わず体が動き出す感じですよね。はい、ということで懐かしの80年を振り返ってみたんですけれども、まずは映画カクテルの舞台にもなったフライデーズ、あちらにあんなエピソードがあったってご存知でしたか。カクテルを指導するためのバーテンダーのコンテストがあった。 それが第1回フライデーズ、バーテンダーシップというものなんですけども、私もカクテルの映画見たんですけどね、こうね、そうフライデーズがそういう舞台なんですかね。塩さんの技が、すごいですね。すごい念入りにグラスを並べてあのパフォーマンスが始まるんですけれどもね、本当に見事ですし圧巻ですから、もうこの週末ねぜひ見に行っていただきたいなと思うんですけれども、やはりあのカクテルという映画に憧れてバーテンダーになりたいと思った方も多かったと思いますしね、あの一躍これでね人目に触れることがあの多くなりましたから、バーテンダーって、ぜひねあのカクテルももう一度見てみたいと思いますし、はい、見てください。ディスコも良かったですね。懐かしのディスコ、やっぱりなんか体が動かしてきますよね。ちょっと私たち若いですね。高校ぐらいの時に教室の後ろで誰かやってたっていう感じですが、文化祭なんかにあのステップを取り入れてみんな踊ってたってました。でも山下さん上手に踊ってたし。そうですか。皆さんねすごくあの時代を懐かしんで上手にステップを踏んでるんですけれども、あの当時はねやっぱ見よう見まねでやっていたんですけども、やっぱりちゃんと覚えたいと、もう一度しっかり覚えてステップを踏みたいっていう方が集まってやってらっしゃるんですけど、本当に皆さん元気で、だから今からでもぜひあのソウルダンスね始められたらいいんじゃないかなと思って、ね、親子で楽しめそうですよ ね、 そうですよね。気軽に行けるお店があるっていうのも嬉しいですよね。そうですよね。やっぱせっかく覚えたのでディスコに行って踊ってみてはいかがでしょうかね。さあ続き